源太郎。生きる？それは少し違う。それよりも源太郎、このコズミックエナジーを使って。今の私は意志を持つエナジー体。肉体は消滅した。でもありがとう。私にも記憶ができた。友達の記憶が。源太郎、久しぶり。ディープスペースで XV2 に会って、あなたの話を聞いたの。そしたら会いたくなって、太陽系方面に向かう彗星にくっついてきた。だって友達でしょ？それで世界が救われる。Thank you.